どうもこんにちは。ということで今回の動画は、試合準々決勝ですねをお届けしていきます。前回の動画で、佐藤翔吾選手に勝ったんですけども、その興奮状態のまま、次準決勝、高橋優斗プロと戦っていきます。今回のコート、前回の試合も前々回の試合もそうなんですけども、伊豆高原フロントのインドアコートってことで、カーペットコートで、すごい球足が速いコートになってます。なので作戦は、サーブゲーム絶対キープで、レシーブゲームをどんどんリスク取って攻めて、ブレイクしていくっていうスタイルで今回も行こうと思います。で前回の試合で分かったんですけど、やっぱり僕ってすごいバカなんですよ。本当に周りにも言われるんですけど、偏差値で38とかしかなかったんで、なのでちょっと分析力とかないんですけども、でもいつもの試合って結構カッコつけて分析、相手の試合を分析してなんかここ攻めていこうとか余計なことを考えすぎちゃうんですね、試合中とか。それだとやっぱり勝てないというかうまくいかなかったんですけど、今回の試合からちょっと本能で戦っていこうかなと、これ真面目に本当に。で僕4歳からテニスやってるんですけど、21年ぐらい本当やってるんでテニス、戦績は全然出たことないんですけど、なのでその21年間一生懸命テニスやってきたんで、そういう自分が一生懸命やってた自分を信じて本能で戦うことで結構うまくいくタイプなのかなって前回前々回の試合で思ったんで、今回も、もちろんね多少は考えますよ、もちろん考えるけど、ベースは自分のことを信じて本能で戦っていこうかなと思うんで、その本能ぜひちょっと注目しながら見てみてください。ちょっと意味わかんないこと言ってると思うんですけど、試合で見せます。よろしくお願いします。
力んでる。
はい、ということで、試合負けました。結果は 0-6、2-6 で敗退しました。まあ、試合をね、振り返りますと、やっぱりさすがプロだなっていう感じでしたね。やっぱりレベルが違いましたね。時間軸が違うというか、僕が本当に打った瞬間に相手のボールが返ってくるみたいな感じですかね。本当にスピードについていけなかったです。普段のやっぱり練習であんな速い球正直受けてないんで、やっぱりああいう速い球にをうまく返すためには、もっと普段の練習の質、もちろん対戦相手とか関係なしにもっと自分が足を動かしたりとか、もっと自分が相手のラケットがからボールが出た瞬間に動いて反応したりとか、そういうやっぱり工夫が、もっともっと必要だなと感じさせられる、試合でした。まあ、作戦的にはどんどん自分から仕掛けて、ボレーの展開に持っていこうとしたんですけど、やっぱりその辺も全然できなかったし、本当に返すのが嫌とな感じだったんで、まあ、さすがプロだなと思いました。それと同時にやっぱりがっかりしてる気持ちはなくて、やっぱり自分もああいうレベルに行きたい、ああいうレベルで、テニスをもっとしたいっていう、気持ちになってるんで今、なので、今年はもう試合は終わりなんですけども、来年の全日本に絶対出るためにもっともっと質のいい練習をして、来年絶対全日本に出るんで、ぜひ、チャンネル登録して、僕の応援引き続きよろしくします。あと、今日の対戦相手の高橋優斗プロも、YouTube やってますので、ぜひ、チャンネル登録して、優斗くんの応援もよろしくお願いします。ということで、まあ、今日はちょっと情けない試合を見せてしまったんですけども、もっともっと強くなってプロになって日本テニス界を盛り上げられる存在に、なりたいと思ってるんで、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。決して高くゴールは走り出したよ前に君を置いていけない、なんて孤独は辛い、俺と君は言われお似合いな二人、ふと横振り向く君の姿はいない、君は興奮していた一日したよ大変よ甘いでのないとのメイン、全て任せと見て OK、 君は最高のゴール、君にあげたいダイヤのチャン、君のおかげ俺はチャン、おかげはない俺俺とバン、君を見てるライトのメイン。